Robots TV. オフェンスもディフェンスも遂行できてたと思うんで、まあ、ちょっと休み入っちゃいましたけど、それはしっかり次の試合までの練習の中でしっかり確認していい状態で入れるようにしていけば、まあ、いいんじゃないかなと思います。まあそうですね、まあ、自分はもう常に準備することっていうのが仕事だと思うんで、まあ、本当にプレータイムが長くても短くてもしっかり求められていることっていうのを発揮できるようにやっていきたいと思います。チームとしてはやっぱり、まあ、いいイメージを持って残りの期間練習することと、あと個人としては、まあ、ディフェンスの遂行と、あとはもうスタッツに残んないところで、まあ、チームに勢いを当てられるようなプレーをしていきたいと思うんで、まあ、ぜひ応援よろしくお願いします。まあ僕も、まあ、プロ選手じゃなかったですけど、ある選手に憧れてそのままバスケットを始めたんで、まあ、兄弟も兄貴もバスケットやってたこともあったんですけど、やっぱり誰かに影響されてバスケットやったので、まあ、本当にそのプロの試合を見て、まあ、いろいろ感じることはきっとあると思うので、そうですね感じることあると思うので、まあ、ぜひ なんて言えばいいかな、うん、まあ、その憧れてる選手とか近づけるように、まあ、試合を見て勉強していってほしいなと思います。まあ、自分たちのやらなきゃいけないことが見えた試合なのかなっていうふうに思ってますし、でまたこうスクーティーが入ってきて、まあ、よりこうチームらしく、今までになかった、まあ、今求めてるものって、まあ、走るバスケットだったんですけど、まあ、それプラスアルファで、まあ、スクーティーがしっかりこうアタックしてくれて外の人間が開くっていうことが今すごくいい流れになっているので、まあ、自分もやっぱ思い切ってシュートも打てますし、周りのまあ福ちゃんであるとか、まあ、マニーであるとかもやっぱ思い切ってシュートを打てているので、まあ、いい試合だったのかな、まあ、次につながる試合だったのかなっていうふうに思ってます。まあ、自分としては、まあ、今までいろんなチームを見てきた中で、まあ、それと同時にやっぱり対戦もやっぱしてきましたし、その中でやっぱり一番燃える試合でもありますね。やっぱりこう自分が、まあ、いろんなチームもそうだったんですけど、まあ、成長した部分というのを見せられるいい機会だと思っているので、まあ、自分自身のこう思い切ったプレーというのを、まあ、しっかりと披露したいなというふうには思っています。まあ、ゲイリー・ハミルトン選手が、まあ、連日、まあ、ダブルダブル取っているので、まあ、非常にこう、まあ要注意な人物なのかなっていうふうに思ってまして、まあ、あとはやっぱりシカッチェですよね。やっぱシカッチェをどう止めるかっていうところにしっかり自分たちもフォーカスしていきたいと思います。まあシカッチェなのかシカオなのかっていうところで、まあこっちはやっぱアジアチャンピオンのシカオがいるんで、まあしっかりとこう叩き潰したいなっていうふうには思ってるんですけど、一番、まあ本当にシューターとしても、まあどこのチームより、まあ自分が在籍してた時もそうなんですけど、本当にどこのチームより本当にこう乗れば怖いチームなので、やっぱシューターの小松選手なんかはもう入り出すと結構やっぱ思い切って打ってくるシューターですし、こうなんですか、自分の持ってる距離っていうシュートの距離っていうのも長いので、まあそこに対して自分たちがどうフォーカスしていくか、で本当に今までと全くまあ戦い方は同じだと思ってますし、まあどちらかといえばディフェンスもやっぱそうなんですけど、まあ自分たちはオフェンスの方に今すごくこう力を入れているので、まあ、それを奈良戦でしっかりとコートの中で表現できるようにしたいと思います。まあ、自分自身のやっぱりこう、まあ、いいところっていうのは本当にコートの中でしっかり声を出すところでもあるし、やっぱアグレッシブにプレーするところでもあるので、まあ、そこに関しては本当にこう、まあ、誰でもできるところでもあるとは思うので、まあ、真似できるじゃないですけど、もう本当にこうそこを意識して、まあ、やってるので、まあ、子どもたちもそこを自分の底を見てくれて、でまたこう自分のチームに帰った時とかにこう、ね、プレーの中でこう平尾がやってたから自分もちょっとやってみようとかというふうに思ってくれればいいと思っているので、まあ、しっかりとこう夢を与えられるように頑張ります。ロボッツ TV。